今回は山もみじの植え替えと梅の花後の剪定をします。まずは植え替えからやっていこうと思います。山もみじの植え替えの適期は芽が動き出す前がいいと思います。芽が動き出し葉が出てくると葉土の乾きが早くなります。葉が展開する前に少しでも根を増やしておきたいと思います。植え替えの頻度は考え方にもよると思いますが、樹勢を重視する場合には2年に1回、粘りを作るには1年に1回がいいと思います。この木は毎年植え替えてきましたが、太根もあまり出なくなってきましたので、次からは2年に1回でいいかもしれません。根を上からほぐしていますが、上部にも根があるのが分かっている場合は下や側面を切ってしまってもいいと思います。木を入手して初めての植え替えの時には根が先にしかない場合もありますので、上からほぐす方が安心です。上部の根は大切なので傷つけないようにほぐします。それではほぐしているシーンは早送りにします。それではほぐれてきたので根をさばいていきます。根のさばく量は元の量から3分の1ぐらいにしても大丈夫です。良い粘りを作るには思い切ってさばく方がいいと思います。中心の根は不要なので念入りにさばきます。中心の根は全くなくても大丈夫だと思います。次に周りの根さばきに取り掛かります。切る根を見つけやすいように根洗いしてきました。底の根はかなりしっかりさばけているようです。少し太めの根がありました。このくらいの根もさばきます。太い根をさばくときにはその下にも根があるか確認しておくと良いと思います。他に太い根はなさそうなので全体をさばきます。
もう少しさばいてもよかったかもしれません。鉢に植え付けます。今回はもともと入っていた鉢にそのまま入れていこうと思います。水はけを良くするのと空気の層を作るためゴロ土を入れます。用土は赤玉土と桐生砂で7対3くらいにしました。皆様の環境に合わせて比率を変えていただければいいと思います。針金を使って固定します。木がグラグラした状態だと根の成長に悪影響のようです。木を持って鉢に固定されているか確認しています。用土を根にすき込みます。強くやる必要はありません。優しくやるのが根を傷つけずに良いと思います。早送りします。軽く用土を押さえています。根が丈夫にしかないので水切れ対策に水苔を乗せます。1ヶ月ぐらいしましたら肥料を乗せるタイミングで外すのが良いかと思います。下から出る水がきれいになるまでたっぷりと灌水します。この後は梅の剪定をします。梅の花後の剪定をします。
葉っぱの芽が確認できるようになったら剪定します。葉っぱの芽を2つ残して剪定するのがセオリーのようです。黒っぽくポツポツしているのが芽です。枝に白く見えているのは貝殻虫です。この枝は今の時点では枝元に芽を見つけられませんでした。貝殻虫はこすれば取れるので、増える前に取り除きます。今回の作業はこれで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。コメントや高評価いただけるととても嬉しいです。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。